ヨーゼフ、ヨーガルトナーは、オーストリアウィーン出身のレーシングドライバー。最初はメカニックとして、レース界に入り、ドライバーテンシングフォーミュラースーパー B から1979年に、ヨーロッパ F3 に参戦。翌年には、ヨーロッパ F2 に参戦し、1983年に一勝を上げている。1984年に、イタリアの Z。 だから第4戦サンマリの GP でデビュー。弱小チームではあったが、この年のゼッラは時折速さを見せ、ガルトナー自身は第11戦イタリア GP で5位入賞を果たした。ところが、銀座に1台のみの出走という登録であったため、ガルトナーのポイントは抹消されてしまった。また、マシンの信頼性も低く、全8戦中完走は3戦のみとなった。 結局ガルトナーはこの年限りで F1 を去った。F1 を去った後のガルトナーはイムザップシリーズに参戦。ここで頭角を表し始め、1986年にはセブリング12時間レースでポルシェ 962C を借り、ハンスヨアヒムスタック、ボブエイキンと共に総合優勝を飾った。同年6月1日、 ルマン24時間レースにクレマーレーシングから高橋、国光、サレルファンデルメルベと共に出場していた最中、ポルシェ 962C で夜間走行中にガードレールに激突。マシンは大破、炎上し、ガルトナーは即死した。チームのスポンサーだったケンウッドは、事故後企業をテレビ CM 中にガルトナーへの追悼文を字幕で流していた。ありがとうございます。